こんばんは、篠宮夏樹です。ここはですね、月光寺にあります町のホテルというところになります。泊まっているところをね、紹介をしたいと思います。ぐるーっと、ここは通過しまして、まずね、部屋から行きましょう。どうですか、結構ね広いですよね。ベッドがないから広く感じるんだというのもねあるかもしれないんですけど、ベッドの代わりに、こちらに布団とマットレスがね、あります。で、こちらはもうあらかじめ用意されていたものでして、どうやらこの中にですね2つ目があるみたいですね。こちらは布団でしょうかね。で、ここには冷蔵庫、電源はね入っておりました。そして電気ケトルもあります。でビジネスホテルでね、よくあるようなテレビとかはねないんですよね、ここはね。でこちらはバスタオルと、タオルがこの中に入れてありまして、あとねガウンというか寝巻きみたいなものはカウンターにね準備されているような感じでした。畳が小さいので何畳っていうふうに表現するのはねあまり良くないかもしれませんけど、畳でいうと 1,2,3,4,5,6 枚、2,4,6 枚ですね、はい。畳6枚分と周りにね板間がありますので、結構ね普通のビジネスホテルよりは若干広いような印象です。とてもね綺麗なんですね。最近できたんでしょうねきっと。でこちらにはトイレですね。これも広いですね。きっとここ前マンションかアパートかなんかだったのを改装してるんですかね、ひょっとしてね。こちらには、これなんていうんですか、洗面台があります。このね、ラベルとかついたままなんですけどね、もういかにもね、最近準備しましたという感じになってますね。はい、こちらが、浴室なんですけど、ここね浴室がなくてシャワー室になってます。これは全然ねこれでいいかと思います。はい、まだもう本当新しいのでね、清潔でした。こちらにシャンプーとボディーソープは準備されています。湯の量とかね温度とかも全然問題なかったですね。これでね一人の紹介を終わりますが、お値段の方はですね、この設備で、5700円となっていました。もちろんね、季節とかによってねだいぶ変わると思いますので、その辺をね皆さん自身が直接ね、調べてみてください。それでは失礼します。そうそう、あとね、コンセント意外とね旅行したらいろいろねモバイルバッテリーとか、携帯スマホとかね、充電したくなると思うんですけど、コンセントはね意外とここ多かったですよ。こっちにもありますしね。あとこの電気ケトルとかね引っこ抜いても大丈夫やと思いますんで、この辺にもね、コンセントはありました。はい、以上になります。